私はここの同僚の青山翔太と申しますって。肝心ガードウェンいます。本日はありがとうございました。本日は、まあ、ジェンダー平等という、このテーマに話をさせていただいて、まあ、主語の課題でも一つである。なかなか女性が重要な役職に、まあ、つきづらいという、まあ、そういった現実もある中で、まあ、青山老師がですね、大本山総持寺の聖堂に就任をされ、そして今人老師が、国際センターの所長に就任されたということは大きな今後意味を持っていくところではないかなというふうに思っております。まあ、男性女性言わないんですけれども、活躍できる方がですね、叱るべき立場になって、いろんな声を上げていただくっていう、そのような環境づくりをしていくためには、今後どういったことをすればいいのかというところと、して、まあ、男性女性言わないんですけど、今後、まあ、僧侶に期待すること、この2点をお聞かせいただきたいなというふうに思っております。私が目指しているのはちょっと大げさですが、明日の人類を救う宗教は仏教なんだと。これはアインシュタインが言ってますわね。ドイツのアインシュタインが科学の先の先の方を救う宗教があるとしたら仏教なんだと言ってます。それから残念ながら亡くなってしまいましたが、筑波大の村上和夫先生も同じようなことをおっしゃって、2500年前に釈尊は直感で天地宇宙の真理を見つけ出したと、まあ、そういう多くの科学者が言ってますけど、私自身も人類そのものの明日をどうするか、これ仏教しかないと思ってます。だから明日を背負うお坊さんたちにどうぞ頼むぞと、まあ、私も90にもなりましたから遺言のつもりで、まあどうぞして、その仏教がそれほど素晴らしい教えなんだから本気でそれに取り組んでもらいたい。明日も人類を救う、地球を救う仏教を背負う人として本気に取り組んでほしい。まあ、そういうことを頼みに、まあ、聖堂というようなお役を頂戴したけど、まあ、前世様方と相談の上ですけど、若い運勢に聖寺話をしてほしいとおっしゃってくださるので、それこそ遺言に行くつもりです。明日の宗門を、大きく私は宗門、もっと行って仏教界、もっと行って人類を、背負う教えを背負ってるんだから、私どもはその覚悟のもとに、自覚のもとに学び精進し頼みますぞと、それを言いに行きたいと思っております。はい。 I think I only want to add、to that beautiful statement. Thank you so much.、I was, since I've been here this trip, I have seenseveral plants that are native to Japan and native to Texas. There's a kind of redbud, there's a kind of wisteria, there's a cherry that is native to Japan and also native to Houston. They're natural here. And the heart of、our practice is native to Japan and also native to everywhere. It springs up everywhere. And so whatI also would like from Shumucho is, openness to that and curiosity about these different plants that, and bring some fertilizer from
this country and fertilize those plants. So we all need the Dharma rain. We all need the same Dharma rain from Shimu Cho. はい。まず今日は、諸時間にわたり、二方に話をしていただいて、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。3キロぐらいわかりますね。I'm going to go to the house.